みやきチャンネルかっこかりニュースのトリセツ、ニュースのトリセツ面白いなと思ったらいいねを、チャンネル登録もよろしくお願いします。一般社団法人コラボをめぐる、まあ、ネットでの騒動において炎上の研究というものを東京工業大学の方かな、まあ、東京大学大学院の、鳥海富士夫教授先生様かヤフーの方の個人として投稿されておりました。こちらについてのニュースの取説、何かと言いますと、この炎上騒動を追いかけている鳥海先生の設定がすでにオールドメディア状態になっていて現状を表していないんではないかということ。何かというと SNS というものを鳥海先生ちょっと鬼が手なのかなっていう感じ。何かというと、これは鳥海先生の研究は私存じ上げないので、これ研究としてではなく、あくまで報告としてまとめたものを見ていると、マスコミ全般に通じるように、情報の構造が、流通経路が変わっていることについて、まだお気づきでないのかなっていう感じ、そのお話をいたします。まず記事をご覧いただきますと、こんな感じ。ドン。女性支援団体コラボの炎上分析。ということで、これは1月4日に出た記事ですね。ですので、この日に東京都の会計監査の報告書が発表された。その朝、まあ、出してきたということです。ここも重要でして、この1月4日になって、ようやく大きなマスコミがこの件を伝えた。一般社団法人コラボさんの会計に疑惑、まあ疑義が呈されたということが報道があったのがこの1月4日。実際には9時30分なんで、この9時30分の時点で報道があったのはサンスポ。産経スポーツだけでした。いずれも東京都の方が発表した以後の午後からあるいは夕方からの報道になってました。時事だかな、産経かな、そして毎日東京と伝えていって、一番最後にあの朝日新聞がぐーぬーぬーと悔しがるかのように記事を出したのがこの1月4日のこと。何かというと、その時点ではメジャーなマスコミの報道というのはなかった。現実問題、デイリー新潮さんだとか、あとは文春オンラインに、切り込み隊長こと山本一郎さんが謎の、まあ、デマと言われても仕方がないような記事を出していましたが、まあ、大きな報道があったのはこの1月4日以後ということ。なぜここを確認するかというと、SNS 上での情報の広がりというものに、マスコミが与える影響、少なくありません。少なくない中で、1月4日の朝一番で鳥海富士夫教授が炎上の研究として出した。すると、マスコミの影響が排除されている純粋なネットの SNS 上での炎上的なものを研究されたということ。そしてこの研究の中で、まあ、結論を述べると、まあ、結論のところを紹介しておきますかね。それがこちら、まとめとしてありますので、そこを紹介します。女性支援団体コラボに関する炎上ツイートについての分析を行いました。その結果、反コラボ、クラスターの方が拡散していることが分かりました。また、党派性については一般に言われている通りの結果となりました。はい。ここで解説を加えておきますと、女性支援団体コラボに対しての反コラボ側というのは、いわば、暇空あかねさん陣営です。暇空あかねさんの言うことに、すべてごもっともではなく、お、暇空あかねさんがこういうことをツイートしていたよという、これの拡散などを含めて、反コラボ派と鳥海富士夫教授は位置づけております。対するコラボ派というのは、まあ、コラボ擁護派です。そして、党派性についてというのは、コラボと言いますと、これは暇空あかねさんがおっしゃるところの日本共産党と関係の強い一般社団法人コラボと代表の二藤夢乃さんがというように、いわゆるコラボ派の方には共産党と接点があるかの同意するかのツイートが多かった、まあ、そのような分析がなされた。記事に戻ります。一方、どちらのクラスターも一部のアカウントの頑張りが拡散の大半を担っていることも分かりました。なお、この記事はツイートあくまで、データがこのようになっているということであり、どちらが正しい、正しくないということについて結論を出すものではありません。もし自分のツイッター上のタイムラインと違った印象で見えたとすれば、おそらくエコーチェンバーの中から見ているということだと思いますので、ご注意いただければと思います。はい。この設定がそもそも間違っております。正しい、正しくない、SNS 上で誰がジャッジメントするんでしょうか。裏返せば、鳥海富士夫教授は、多数を得ているものが正しい、あるいは正しくない、そうした善悪、正誤でもう分析をしているということです。私、鳥海教授の研究、定点観測のようにして見ております。まあもちろんヤフーブログの個人とかに載ったレベルなんですけれど、広まり拡散の状況を見ているはずが、正しい、正しくないというフィルターで研究をされているということをうっかり暴露しちゃったんでしょうか。そして、
自分のと違うのがであればそれがエコーチェンバーだというのはレッテル貼りです。実は鳥海先生のいくつかのレポートを見るとどうもリベラルアベガーではないと思うんですけどリベラルの空気が漂っていたんです。そして自分以外のところではエコーチェンバー、おやおやおや鳥海先生面白いことおっしゃいますね。 SNS ってそもそもそうですし、インターネットって関心空間っつうんですよ。21世紀になったばっかりぐらいの頃はこれ興味のタコツボかって言ったんです。興味のタコツボかオクトパース。なぜかクリックに代表されるようにリンクを追っていくように能動的に自分の知りたい情報を追いかけていくっていうのがインターネット空間なんですよ。これねちょっと難しい表現しますとハイパーテキストなんて言ったりするんですよ。ハイパーテキスト最近言いませんけどね、聞こえませんけれど、自分が知りたいものの方にどんどん行っていくのでインターネットのいわゆるネットサーフィンとかっていうものもどんどん自分の興味の世界に行く。そして SNS っていうのはソーシャルネットワーキングサービスといって社会的な関係性をインターネットに持ち込んだサービスの総称と言われています。どういうことかというと一般社会において直属の上司、課長さん、まあ、あるいは係長さん、部長さん、次長さんが間に入って常務さん、社長さん、横のつながり、同期、パートナー、奥様、旦那様、お子様、あるいはまだ別のレイヤー、これね、別のレイヤーで言いますと、同級生。同級生の中にも、大学、高校、中学、小学校、幼稚園、保育園。かように、社会的なつながりがそこに投影される。これがソーシャルネットワーキングサービス。その中でも、ネットだけの関係性においては、それぞれの好きな人のが集まる空間。アベガーの皆様ならば郵便ポストが赤いのも電信柱が高いのもみんな安倍晋三がとかいうね、もうほぼ安倍ヘイト、安倍晋三ヘイトのようなアベガーの皆様のクラスターね、集まりがあれば、そうじゃなく安倍さんに対してはね是々非々だけど総じてよくやってくれたよっていう人たちもいる。残念ながら、あ、アベガーの皆様にとっては残念ながらそうした安倍さんいろいろ思うところはあるけれど頑張ってくれたじゃん、それをね、教団に倒れるなんて、政治引退したらね、政治家引退したらね、昭恵夫人といろんなとこ旅したいとか、そういうことね、してほしかったな。私はそう思ってます。そう思う方が多数派なんですよ。クラスターなんです、クラスター。はい、話戻しますと、どういうことかというと、エコーチェンバーではなく、それが SNS なんです。この後ちょっと小難しいへりくつを言っております。それがこちら、ドン。なお、個人的に気になるのは、Q アノン系などの陰謀論系の一部アカウントが、反コラボクラスターに興味を持っている点です。人間には悪い人は全ての面で悪い人である。悪い人の見方は悪い人であると思ってしまう認知バイアスがあります。二重過程理論でいうところのシステム2では、世の中はそんなに単純じゃないと理解しつつも、ついついシステム1によって認知バイアスが生じてしまうのです。ということなんですが、まあ、ここでちょっとやめておきますが、私なりにこれ解決しますと、反コラボ陣営、これ逆を見たときにコラボ陣営、コラボ擁護派というのはアベガー多くないでしょうか。まあ、日本共産党と関係の強い、一般社団法人コラボさん並びに二党夢野さん、アベガー的なことやってませんでしたっけ。すると陰謀論云々じゃなくって赤いのが嫌いな人たち、あるいはアベガーが嫌いな人たち、そういう分析になぜか鳥海不二雄教授は達していない。よって党派性だとかそうしたものを前提にデータを見たって真相なんかわかるわけがない。なのでこの研究の中においてアベガーという重要なファクト、要因が入っていないで研究しているわけです。今日強い風が吹きました。大雨が降りました。昨日と比べてどうでしょう。こうした会話、こうした研究をするときにおいて、昨日と今日との大きな違いは何か。昨日なくて今日あった。今日強い風が吹いて大きな雨が、たくさんの雨が降ったときに、台風が来ていた。台風が来て土砂降りなのに、この台風という要因、ファクターをよっこいしょと抜きにして、昨日と今日でなんでこんだけ違うんだって。わかるか。この党派性だとか思想性というものをまるっきり無視して拡散だけ見てもわからない。それどころか、この拡散を見ても、鳥海先生、ユニークなご意見をおっしゃってますね、という状態になります。それがですね、最も引用された、このクラスターに含まれる、つまり反コラボと
鳥海先生がおっしゃってるところのクラスターで最もリツイートされたものは以下のものです。こちら、ドン。コラボの不正会計疑惑について行った住民監査請求の結果全文です。ざっくりまとめ、2月28日までに遡って調べろ。不正があったら返金とかさせろ。区分守らせろ。こんなクソ報告書で通すな。案文しろ。他に流用すんな。宿泊、給食費に上限つけろ。ちゃんと指導しろ。ん？うん。白が超えてます。本人登場。最も多くリツイートされたのが暇さらあかねさんでコラボ騒動かってやってんのが鳥海不二雄教授。一方の反コラボじゃないコラボさん側、コラボさん側で最も拡散されたというそのツイートがこちら。バスカフェのバスが傷つけられました。先週水曜日の活動時にはなかった鋭いもので何度も切りつけられたような傷、胸が痛みます。日々様々な攻撃を受け、デマや誹謗中傷、バリ増加なかったですね。送りつけ、殺害予告、大変ですね。まあ、なんかダメですよ、こんなの。日常茶飯事ですが、少し前にバスの駐車場を、晒された延長に今回の事件があると思われます。それ山本一郎さんが言ったんでしたっけ？どなたが言ったんでしたっけ？まあ、ともかくダメですよ、ダメ。ここもまさかのご本人登場です。いわゆるコラボ派、反コラボ派が、どのこうのギャスかという研究を出してますが、ご当人です。ご当人。東大のね、偉い研究されてる先生にはね、ちょっとわからないかもしれないんでね、下世話な私が教えといてあげますよ。ね、別にお礼なんかいりませんよ。ネットは、お互い様、教え合うのかね。あるいは、マッシュアップ。いやいや、ここはこう言うんでしょうね。コラボ。ネットは、コラボする文化があるんですよ。コラボする文化。なんでね、別にお題はいただきません。誰もが、まあ昔からネットやってる、やってる人間ならば、誰もが知ってること。ツイッターって、そもそも、セレブの追っかけ。セレブの追っかけって言われたんですよ。セレブの追っかけ。まあ、いわば、セレブの出ばがめ的な、みたいなっぽい。何かと言いますと、ツイッターが大ブレイクしたその頃、世界で、パリス・ヒルトンさんとかが、まあまあ、キャキャ、ギャーギャー言われた時代で、パリス・ヒルトンさんがツイッターでご自身の日常をツイートすると、それがケラ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 と、まあ皆様の熱い視線が注がれて、セレブの方が普段日常でどういうことをしているのか、これを見ることができるというのがツイッター。よってセレブの追っかけと言われてたんですね。今回のコラボ騒動に関して言うと、暇空あかねさんと二藤夢乃さんは、もうセレブオブセレブというか当事者。当事者が拡散されるのは当たり前な話。その中で暇空あかねさんの方が多く拡散されるのは、暇空あかねさんの方がファクトベースに基づいているので、いわば東京都の公開した開示請求して出てきた書類書面を掲示しているんで、お事実ですね、お こんなやつですかと、まあ、あとは黒塗りのねのりことかだったんで、これは問題であるだろうと。小池百合子都政というと、黒塗りをしませんと、情報開示しますよと言っていて、都民ファーストの会のホームページでは、情報開示 OK と全部できてますって言ってる。え、これ出任せだろうっていうことなんで、これは問題だというんで拡散されている。つまり、事実ベース、ファクトベースのものが多く拡散されて、しかもそれが暇空あかねさんという当事者で、一方、二藤夢乃さんの方も当事者なんで拡散されている。これも、昨日と今日の雨と風の量を比較して、台風が来ているのにこの台風を抜きにして、なんでこれこっちの方が雨降ってんのっていうような研究をしているのが、どうも東京大学のお偉い先生様のようでございます。かようにですね、インターネットの世界ではいろいろなものが可視化されて、数値化されてくるんですよ。なので、名もなき、まあ、しがないね、野良オブ野良の、このライター家業の私でさえ、世の中のことの実相が浮かび上がってくる。よって、いや、コラボだとかね、コラボじゃないとか言ったって、実際の数字が出てくるんです。そこを見れば明らか。なので、マスコミの皆さんが、これだけ流行ってます、トレンディーとかやったって、そうですか、そうですか。いや、これだけ名前のあるジャーナリストかとか言っても、あ、そうですか、そうですかという感じになってしまう。あの、名だたるジャーナリストの金比谷重則さんが生出演したエアレボリューションという YouTube チャンネル。その再生回数がドドンと。エアレボリューション。チャンネル登録者数246人。8時間前のオンエアで、配信で284回。246人で284回。チャンネル登録者はみんな見てくれたんですかね。金平重則さんに、レギュラーが島田雅彦さん。そしてユーミン、タヒネでおなじみの、白井悟先生ですか。などなど。名だたるジャーナリストの金平重則さんがご出演、ご降臨なされているにもかかわらず、再生回数が
284回。大変数えやすい親切設計。チャンネル登録者が246人ですんで、一人一人に届け。君に届けという優しい親切設計の YouTube 番組、エアレボリューション。これが何を表しているかは、いささかイラッとしますんで、これ以上はほじくり返しません。かようにですね、すべてが可視化されている SNS 社会。問題、課題も多いとはいえ、そこにある要因というものがくっきりと浮かび上がってくる。そしてこれをなんだかね、まるっと無視した東京大学の研究者がいて、報道関係では重鎮なんて紹介される金平重則さんが、ワントゥーワンの親切設計の番組をやられている。炎上の研究だ、などと言って、なんだかネットに対してネガキャン。しかし、ネットは我々、名もなき庶民であっても、現象を、現実を見ることができる。私はこの一点において、マスコミよりもネットの方が、今のナウで現実を教えてくれるんではないかと考える。ニュースの取説でございました。ニュースの取説につきワンコのコーナーはありません。次回のニュースの取説ワンポイント解説、最近すっかりやっておりませんが、レギュラー放送、目玉配信などなど、いろいろなシーンでお目にかかれればと思います。それでは。